子のハートソングス。こんばんは、前田敦子です。今日はホワイトデー。ホワイトデーか、あんまりなんかこう考えたことないな。いつもでもなんか、あ、でも今年あげるの忘れたわ事務所の社長とか会長が靴下とかくれるんですけど、そういえば今年あげるの忘れちゃったとか何にも見込めないですホワイトデーは。あ、誰かにもらったんだよな。なんかじゃあ返そうみたいなのあったけど忘れちゃった、全部男の人もだから大変ですよね。誰にもらったかっていうのをメモしとくぐらいまでやんないとやっぱ覚えておけなくないですか。恋人がいるんだったら、あ、渡さなきゃってなるけど、会社とかでたくさんもらっちゃった時って大変ですよね。で、私もらってないみたいな、大変だ。ちゃんともらった人一人に返すんだったらみんなに返した方がいいですね。本当に頑張ってください男の人たち。今週は最近の音楽トピックス紹介して、それにまつわる曲をお送りしています。今日はアデルがステージ上でアレに襲われてパニック。3月5日にオーストラリアでの公演で蚊に刺されたことがとても気になったことがあったそうですアデルは蚊はどうしたらいいのかしらとオーディエンスに問いかけたそうです。いっぱいいたのかなかわいそうですね。野外だとそういうのあるよね絶対ね。ちなみにこの公演の時にパートナーとついに入籍したことを発表したそうです。おー、幸せの絶頂ですね。そうなんだ、入籍しなかったんだ。お子さんいますもんね、でも二人の間にはね。そうなんだ。でも海外ではそういう形取ってる方多いですもんね。素敵なニュースでした。ということで今日お送りするのはアデルの Someone Like You です。これは彼女の曲の中でも前向きな曲っていうことですね。それではまた明日、前田敦子でした。